皆さんこんにちは、ペッソでございます。スーパーロボット対戦 EX28 回目やっていきたいと思います。前回でですね12話クリアしましたんで、では続きいきましょう。まさきさんもテューティーさんももともと地上の人なんですよね。まさき、そうですね、名前から言っても日本人ですよね。でテューティーさんはゲルマン系ですから、まあヨーロッパの方のお名前ですよね。で、やっぱりそうなんですね、フィンランド出身と。で魔装機人やオリジナル魔装機のパイロットはほとんどが地上人だということですね。オリジナル魔装機というのはね、4体の魔装機人とほぼ同時期に作られた12体の魔装機のこと。もともと魔装機はラングラン滅亡の予言から世界を守るために作られたものなのと。それまでこのラギアスでは強力な兵器は存在しなかったと。予言？そんなあやふやなことでこんなものを作っちゃったの？ということですね。予言の定義がどうも違うみたいですね。我々のね住んでる世界では予言っていうのはあくまでもね、予想に近いものがありますよね。当たるも発見、当たるのも発見、まあ占い的なもんですよね。で地上の予言はラングランみたいにプラス変換理論が完成されていないから、あくまでも個人の霊感、まあそういうことですよね。でまあ、こちらのラギアスではまあそういう感じではないみたいなんですよね。明日の天気も分かんないじゃないっていうことなんですよね。だから地上での予言の的中率なんてすごく低いの。有名な人でも10に1つぐらいしか当たらないとね。もしくは同等でも取れる、それでこそあやふやな言葉にしちゃったりとか、アナグラムを使ったりして外れた時にも言い訳でくるようにしているとね。そうですね、すごい兵器を作る割には遅れてるのねということですね。でこのラングランの予言はもっと信頼性が高いと。ただ予言というのはあくまでも可能性だから、人の力で変えることもできると。だからこそ魔装機人と魔装機を作ったのよと。まあそうですね、その魔装機人のパイロットがなんで地上人なのかということですよね。魔装機を動かすにはプラーナ、木、まあドラゴンボールのああいうやつですね。でそれと激しい感情の起伏に伴ったプラーナが必要ということですね。でこの世界の人は王族を除いて感情の起伏に乏しいと。はあ、みんななんかこうやまりとした方っていうことなんでしょうね。そうですね、まさきさんはねすぐカッとなってるような感じですけどね。でもテューティーさんとかね、まあミオさんはどうかわかんないですけど、テューティーさんなんか落ち着いてる感じしますよね。ああ俺を引き合いに出すかって言ってますね。でマサキは感情が表面に出すぎてるけど、あなたも私も心の奥には大きな感情のうねりがあるはずよということですね。プレッシャーが出てきましたね。ザムジードに乗るんでしょと。だったらディアブロが私がもらってもいいということで、プレッシャーがディアブロに乗るみたいですね。戦えるもの、手伝いたいものとね、ディアブロにはマドックおじいちゃんに何度か倒せてもらったことがあるしということですね。で、止めようとしてるんですけど、テュッティは、まあ、お乗りなさいということですね。まさきプレッシャーはゼオルートの娘よと。大丈夫、信じてあげなさいと。またニャンコちゃんが出てきましたね。この辺りにニャルと精霊レーダーはもうほとんど役に立たにゃいニャと。精霊界からの干渉が大きすぎるからですな。もっとも猫にそのようなことを話してみたところでお分かりになるとも思えませんがね。というのは喧嘩腰ですね。フレキはワンちゃんかい？てめえ喧嘩売ってるのかにゃと。いえいえ、滅相もない猫ごときに喧嘩を売ったところであっては、我が天狼、狼さんなんですね。一族の名折れ、ただ単にバカにしただけでございますよと。ストレートだね。やるか、犬ころ、ふーっとね。ねえ、うちのニャンズたちはね、私にふーとは言わないですね。ね、一応2人ともって言ってるからね、人間扱いなんですね。はい、煙が見えるということで、
冒頭のちょっと、ね、漫談が終わったところで始まりたいと思います。13は王都への帰還ということですね。あーちょい多いかな。オールトさんね、首都での休め情報よりも戦力は強化されていると、このままでは持たんぞと、南西の方角に新たな機影が、また敵の援軍かと、ということでマサキが出てくるんですね。はい、ザームジードでディアブロを使いたいですね。まあここまでかな。あーマーベルさんちょっとお休みしてもらいましょうか。サイバースターにガッテス、今がチャンスです。敵は浮き足立っております。オールト将軍ですね、あとは私たちが何とかします。将軍は一旦交代し軍を再編成してください。わかりました、ゴーを、ということで帰っちゃうんですね。はい、13機なんでね、援軍がどうもありそうな感じかな。で、こやつは、といったらここはいけるね。ごめんなさい、もう一回ね。ここね。そうですね、はい。こやつは、こやつも近づけないね。じゃあこれで隊で作りましょうか。斜めにね配置していきましょう。違うよ。動けるから森の中で待機しましょう。はい、これ柔道か、こうか。まあ地上の方のね、舞台はまあこの辺に組んでおきましょうか。はい、敵は直ではできないはずね、近づいてくるだけですよね。グランドローンはね経験値はあるんですけど攻撃力もねそんなにないので、逆にこの辺のあの1体しか来てないやつらの方が危険かな。動くんだこいつ。動くね。早いな。ボスロボットですね。おーい、カブトーと。ありゃ、ボスじゃねえか。俺も連れてってくれと。哲也さんやデュークさん。グレートマジンガーですね。
純ちゃんなら一緒だけどとね。ああ、ヴィーナス A が破壊されてしまってね、仕方なくこれに乗ってるのと。哲也さんたちは私も探してるんだけどとね。ね、このボロット様には補給装置がついてんだぜと。なんでそのままくっつけてんだと。なんつったかな、すっとことっぽいという連中が勝手にやったんだよと。ボロとは他に使い道がねえからって。すっとことっぽい。あ、シュテドニアスのことって、えらい間違いですね。あ、それそれと。ベタベタのギャグねと。はい、ということでね、どうやろう。この辺行けば再フラッシュ、あー結構入るね。うん、使っちゃいましょう。ファイナルファンタジーのなんかアルテマみたいな魔法ですよねこれイメージ的には6やったかな。あー結構いくね。あー大幅にレベルが上がり申したな。あとどれぐらい ?1100、1100、1300。ああ、この辺がちょっと厄介かな。ということで、彼女の。ああ、これちょうどいいかもしれないですね。これ、あ、行っちゃいましょうか。味方いないしね。背面がキャノンしか撃てないよね。これをちょっと減らしにかかりましょうか。ベスパーでね。そうなのは あまりいないね。攻撃力が高いんでね、厄介なんですよね。
ライフね、かけかましておきましょう。1200か、ちょっと微妙やね。はい、まずこいつね。スパルタンは賞金が良かったはず。確か、ああそうですね、2000でしたね。こうやつ、なんだっけ、ラインもそこそこいいはずなんですけど、どっちの方がヒットポイントある。こっちか。これ何、プラズマリーダー。ああ同じようなマップ兵器か。オーラキャノンちょっと一発撃っときましょうか。仕留めることはないと思うけどね。1120ね。まあまあ、まずまずですね。リッパークローとかだったらちょっと足りないのか。違う、ごめんなさい。能力ね。フレイボムだとちょっと仕留め損なうかもしれないね。そうですね、ブレスハリケーン、ちょっと、ルストハリケーンか、いっときましょう。あ、ちょっと待てよ。あ、届かないね。なら、やっぱり、ルストハリケーンにしときましょう。これでほぼ削れるはず。微妙やな。どれぐらい食らう ?500 ね。どっち行くかやね。そうね、ちょっと仕掛けときましょう。やっぱり
を先にね。J ノーバーもそこそこ賞金あったはず。まあスパルタンほどじゃないですけどね。うん。どうしようかな。バルカンにしとこうか。前出るとまずいな。この辺から行きましょうか。でも一発で沈められる可能性あるな。うん、コースティックにしときましょうか。はい。ちゃおうかもね。仕留めたね。まあいいか。これなんじゃら、ハンブラミ。でもそんなに威力ないね。こっちの方、ゴリアテの方が敵としては嫌かな。シーブクさん森の中にちょっといた方がいいんでね。で、ボスボロットさん、ロボットじゃないんですよね。ボスボロットさんなんですよね。ではですね、ちょっと今回ここで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。